ですね。よくお分かりで。源次郎様からよくお話を伺ってます。どこへ行っても鬱陶しいと言われる桐さんですね。ごめんなさい。なんだかお似合い。桐さんにそう言ってもらえるとすごく嬉しい。いずれまたゆっくりお話しいたしましょう。もちろん。ではまた。私と梅ちゃんのいいところを全て兼ね備えている。